こんにちは、みーです。今回はこちら、11月1日発売のルピシアクリスマス限定プチ缶ティーバッグセットをご紹介します。以前の動画でもご紹介したのですが、クリスマスの季節限定商品として6種類のクリスマスティーが発売されました。今回はその6種類すべてがセットになった豪華でお得なプチ缶ティーバッグセット6種をご紹介します。クリスマス仕様のラッピングボックスを開けると限定デザインの可愛らしい缶がぎっしり詰まっています。缶のデザインだけではなく、味や香り、茶葉の見た目などもクリスマス要素たっぷりの楽しい紅茶になっています。この6種類のお茶を一つ一つ入れてレビューしていきたいと思います。ちなみに11月1日は紅茶の日だそうで、それにちなんでサンプルのティーバッグもついてきました。前回紹介したブックオブティーにも入っているメルシーミルフォアという紅茶です。こちらもレビューしているので、気になった方はぜひ前回の動画をご覧ください。一つ目はこちら、人気ナンバーワンのキャロルという紅茶をご紹介したいと思います。サンタさんのイラストが可愛いパッケージですね。缶を開けるとお茶の説明と美味しい入れ方が書かれたカードが入っており、そちらを開けるとティーバッグが5つ入っています。クリスマスケーキを思わせるストロベリーとバニラの香りに、ローズの花びらで華やかさを演出した紅茶ということで、ザ・クリスマスといった紅茶ですね。せっかくなのでティーバッグを切って茶葉を確認してみましょう。原材料は紅茶、ココナッツ、ローズレッド、ストロベリーリーフ、それから香料となっています。バラの花びらが入っていて彩りも綺麗ですね。では実際に入れて飲んでみます。カップは事前にお湯を注いで温めておきます。こうすることで急激に温度が下がらずに風味を損ねないので、ティーバッグでも美味しく入れられますよ。少しの手間でさらに美味しく味わえるので、ぜひやってみてくださいね。ソーサーで蓋をしてしっかりと蒸らしていきます。こちらは2分半から3分の抽出時間となっているので、2分半で入れてみます。初めて飲む紅茶の場合は、まずは少ない時間で蒸らしてみて、味が薄いなど感じるようであれば後から追加で抽出しましょう。2分半経ったのでティーバッグを取り出します。開けてみると甘い香りがふわっと広がります。カップの中でバラの花びらが浮かぶ様子がとっても綺麗で、見た目も華やかですね。この時ティーバッグを振りすぎたり、スプーンで絞ったりすると渋みが出すぎてしまうので、軽く振って静かに取り出しましょう。それでは実際に飲んでみます。缶を開けた時はベリー系の香りが強かったのですが、入れた後はバニラ強めの甘い香りが漂い、香りの変化も楽しめます。お味はまろやかで渋みが少なく、後味もすっきりしているので飲みやすく美味しい紅茶です。さすがクリスマスティーの中で人気ナンバーワンというだけあるという感じですね。2つ目はジングルベルという紅茶です。ルピシアの商品ページを見ると、ドライクランベリーやヒースフラワーといったお花が茶葉に混じっているようですが、こちらはティーバッグ用にブレンドされているので香料での香り付けのみとなっているようです。ティーリーフとは素材、風味が若干異なりますので、購入の際は注意しましょう。ブドウの風味がフルーティーなスパークリングワインが香る紅茶とのことで、先ほどとは打って変わって大人な雰囲気の紅茶と予想します。それではこちらもいただいてみます。香りを嗅いでみると、ブドウやマスカットのような甘くジューシーな香りが広がります。ワインというよりはブドウジュースっぽい印象です。試しに一口飲んでみたいと思います。味はしっかりコクや渋みがあって、ワインのような大人な味わいになっています。ただスパークリングワインが香るという言葉から、もっとワインっぽい深みのある感じを期待していたのですが、香りのジュース感が強くて期待とちょっと違うかなという感じでした。3つ目はホワイトクリスマスという紅茶です。こちらもティーバッグを開けてみてみましょう。先ほど同様にティーリーフとは内容が異なり、原材料は紅茶と香料のみとなります。ホワイトチョコレートとナッツが織りなす甘く香ばしい焼き菓子をイメージした紅茶とのことで、なんとなく想像のできそうな香りですが、実際の風味はいかがでしょうか。こちらは2分から2分半抽出していきます。
それではいただいてみます。想像通りチョコの甘さとナッツの香ばしい香りがまるでジャンドゥやチョコレートみたいです。ペアリングでチョコレートを一緒にいただいても良さそうですね。一口飲んでみるとローストしたようなナッツの香ばしい感じが口の中にふわっと広がります。少し渋みがあり落ち着いた雰囲気ですが、チョコの甘い香りと合わさってちょっと遊び心のあるようなワクワクする感じがホワイトクリスマスという名前らしくていいですね。4つ目はオレンジポマンダーという紅茶です。こちらは原材料を確認したところ、紅茶、オレンジ、ジンジャーカット、クローブ、シナモンとティーリーフと同じ内容だったので味に変化はなさそうです。オレンジやジンジャーが爽やかな風味を出してきそうですね。芳醇なダージリンにクローブとオレンジが香りますとのことですが、実はスパイスなどの独特な香りがあまり得意ではないので、この時点で少し戸惑いがありましたが、マイナスなイメージを持つ前に実際に飲んで確かめてみましょう。こちらは2分から3分抽出していきます。では早速いただいてみます。ダージリン特有のフルーティーな香りに加え、オレンジの酸味のある香りとクローブのスパイシーな香りが他にはない個性的な雰囲気を醸し出しています。飲む前は懸念していたクローブのスパイシーな香りですが、こちらは爽やかさもあり、あまりきつくなくていい香りです。味わいはダージリン特有の爽やかさが特徴的です。程よいコクと渋みがあり、紅茶らしさが楽しめる味わいです。クローブのスパイシーな香りが好き嫌いの分かれるところとなりそうですが、そこまできつくないので個人的にはとても好きな紅茶でした。4つ目はカシュカシュという紅茶です。カシュカシュとはフランス語でかくれんぼのことだそうです。いろいろな香りが見え隠れするキュートな紅茶とのことですが、その説明通り公式サイトの画像を確認すると、茶葉にはコンペイト、オレンジフラワー、ピンクペッパーといったようなカラフルなハーブやスパイスが入っているようです。ただしこちらはティーバッグ用のため、コンペイトとピンクペッパーは入っておりません。ティーリーフとは少し違う内容になっていますが、茶葉の時点ですでにいろいろな香りが漂ってきています。こちらは2分半から3分で抽出します。それではこちらいただいてみます。入れてみると柑橘系の爽やかな香りと甘い花のような香りがします。オレンジやさくらんぼっぽい香りも感じますが、それ以外には何が隠れているのでしょうか。私はこの2つしかわからなかったので、他にこんな香りがするよという方がいたらぜひコメントで教えていただきたいです。味はしっかりと渋みが感じられる紅茶なので、少し長めに抽出してミルクティーにしても美味しそうだと思いました。ということでミルクを用意してきました。常温に戻したミルクをゆっくりとかき混ぜていきます。ミルクの量はお好みで調整してください。ミルクティーもいただいてみます。甘い香りはそのままに、渋みが和らぎ、優しい甘さとまろやかさが加わってとっても美味しいです。ペアリングとして一緒に甘いショートケーキなどを食べてもよく合いそうですね。最後はルイボスポワールというルイボスティーになります。こちらは通年を通して販売している商品となります。洋梨の女王と称されるラフランスをイメージした香りのグリーンルイボスとのことですが、皆さんグリーンルイボスってご存知でしょうか。一般的にルイボスティーと呼ばれるものの多くはレッドルイボスというタイプで、茶葉を天日干ししたり熱風を当てたりして発酵させたものになります。グリーンルイボスはこの発酵をなるべくさせないように特殊な製法で作られているルイボスティーとなっています。少し赤みの薄いオレンジ色の水色にまろやかでさっぱりとした味わいが特徴で、ルイボスティー独特の香りとは違った爽やかさが特徴です。こちらは3分から5分抽出していきます。それではいただいてみます。香りはラフランスの甘く爽やかな香りです。ルイボスティー特有の癖のある感じは全くありません。一口飲むとまろやかで優しい甘みのようなものを感じるすっきりとした味わいです。グリーンルイボスって初めて飲んだのですが、通常ルイボスティーと呼ばれているレッドルイボスとは見た目も風味も全然違うものなんですね。ルイボスティーがあまり得意でなかった私もグリーンルイボスならごくごく飲めました。というわけでクリスマス限定プチ缶ティーバッグセット、いかがでしたでしょうか。香りも味わいも全く異なる6種類の紅茶でしたが、それぞれ違う美味しさが味わえて、見た目も可愛くて豪華なセットでしたね。
おすすめポイントは、クリスマス限定なのでこの時期しか味わえないお茶ということ。同じものを全種購入するのは金額的にも内容量的にも多くて大変ですが、こちらはお得なセットになっているということ。6種類すべてが味わえるので飲み比べが楽しめるということの3点ですね。ちなみにそれぞれのお茶は単品でティーリーフとティーバッグが販売されているので、このレビューを見て気になる紅茶があった方は自分の好きなものだけを選んで購入することもできますよ。さらに見た目も風味も本格的に楽しみたい方はティーリーフがおすすめです。概要欄にリンクを貼っておくのでぜひ購入してみてはいかがでしょうか。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、インスタ、ツイッターのフォロー、それからブログもやっておりますので、よろしければぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。みーでした。バイバーイ。